はい、それでは、計算力学技術者検定、熱流体2級の、第2分野目の2回、流体力学の基礎について説明していきたいと思います。で、前回ちょっと振り返ると、まあ、前回っていうのは、このナビエ・ストークス方程式の基本の話だとか、まあ、あと無次元化、静止流体、渦、で、抗力に関する話をしました。で、今回はもう少し流体力学という、まあ、分野について、まあ、非常に重要な基本的な、まあ、ベルヌーイの式というものについてまずは扱っていき、まあ、その他の事項についても今回説明していきたいと思います。ではまずベルヌーイの定理についてです。あ、で、すいません。ちょっと事前にお伝えしておきたいのは、このナビエ・ストークス方程式の部分、前回の部分が非常に関連してくるので、一応少しだけ振り返りします。大きく3つの式で流体の運動っていうのを表され、1つ目が連続の式と呼ばれる質量保存に関する法則です。で、二つ目が輸送方程式と呼ばれる運動量の保存に関する法則。で、三つ目が状態方程式と呼ばれるエネルギーの保存に関する法則です。で、ベルヌーイの定理、今後やっていくのはこのエネルギーの保存に関する法則をすごく簡易化したもの、流体力学的な手計算でできるような簡易化した式にしたものがベルヌーイの定理であり、このエネルギーの保存であるということを理解していただくと頭の中で整理しやすいと思います。じゃあ本題入っていきましょう。ベルヌーイの定理とは、つまりエネルギー保存則になります。具体的には、この運動エネルギーに関する項、そして圧力エネルギーに関する項、そして位置エネルギーに関する項、それらを総和したものが一定の値になるというものです。物理の問題なので、運動エネルギーと位置エネルギーというものが、まあ、総和が釣り合うというような、式は見たことあると思うんですけど、流体でも同じように運動エネルギーと位置エネルギー、まあそれに加えて圧力という影響があるんですけど、まあそれらの相和が釣り合うというようなイメージ感はなんとなく持てるかなと思います。つまり高いところにある物体が、まあどんどん下に落ちていくと、まあ運動エネルギーを持ちますよだとか、まあ、それに伴い圧力が変化するだとかっていうようなイメージ感を持つと、まあその一定であることが理解しやすいかなと思います。まあ例えば例を出してみましょう。一つ目がピエゾ水筒と呼ばれる、まあ、流体力学で非常によく使われる例なんですけど、こちらどんなものかというと、この、まあ缶があった時に缶の流れが、まあ、流体ってこう可視化するのがすごく難しいので内部の流速などはあんまりわからないわけですね。で、それに対してこのように今上に、上が解放されたような管をこうつなげておくと、この水筒、まあ、要は水の高さですね。水の高さというものが下がった部分っていうのは圧力が下がっていることを意味します。つまり、ここの部分だけ圧力が下がるということで、圧力が下がると他の部分が高くなりますよね。で、位置エネルギーは全部一緒なので、まあ、ここの位置エネルギーは一定ですよね、ほぼ。大きく変わらないので、つまり運動エネルギーが上がったということになります。つまり分かりやすく言うと、この圧力が下がる、つまり水筒が下がるということによって、運動エネルギーが速くなった、上がったということが分かるというような仕組みがこのピエゾ水筒になります。まあ、うまくベルヌーイの定理でそれぞれのエネルギー量が釣り合っていることを、まあ、使用した、こういった風な確認方法があります。ピエゾ水筒以外にも、この流速を測るために、こういった圧力を引く、見るっていうのは結構あるので、ぜひぜひそういった、まあ、うまく使えるような定理であるということを理解していただくと、いいんじゃないかなと思います。あとはタンクとかもそうですね。タンクに水を溜めていくと、ここから出口からすごい勢いで流体が出てくると思うんですけど、それも要は、この位置エネルギー、タンクに溜まった位置エネルギーというものを運動エネルギーに変換しているということになります。で、まあ、圧力に関しては、水に関しては、まあ、冷や粛性と考えれるので、圧力に関しては、まあ、ほぼ変わらずと考えて大丈夫です。で、まあ、ものによっては圧力変化も計算していくので、その時はちゃんと説明していきますので、まあ、イメージ感としては、高いところにあった流体が押し込まれると、運動エネルギーに変換されるというようなイメージをまずは持っていただくと、まあ、ベルヌーイっていうのは最も基本的な部分は、抑えられていると思います。では、まあ、そういったベルヌーイの定理など、まあ、使っていきたいんですけれど、まあ、その前に、まずは運動量に関する話を先にしましょう。まあ、運動量の輸送方程式の話とかもしてきましたけど、まあ、運動量保存っていうのも流体の一つの特徴としてあります。で、今回その板に、まあ、水がこう、このイメージで言うと、ここに斜めに板を設置します。
で、それに対して水をこうバシャーっとここに、当てるような形で、速度 V で流体を押し付けます。ですると当然ですけど、この板、まあ固定してない板だと、こっち側に右側に移動していくのが理解できると思いますけど、それとともにこの右上に流体が、流れていくというのも、理解できるかなと思います。こういった場合の板にかかる運動量を考えるというような問題がこちらになります。で、断面、ここは A ですね。で、これどう考えるかというと、この運動量っていうものは、この板にかかる、まあ、流体の量と、速度。そして密度で計算できます。ここですね。ρQV っていうのが、ρ というのが密度ですね。で、Q というのが流量。で、V というのが速度です。物理の計算式で MV っていうような運動量を考えたと思うんですけど、それと考え方は同じで、この ρQ っていうのが、まあ、質量を意味しています。流量と密度なので、要は流量って、まあ、体積みたいなものなんで、まあ、まあ、流体なのでちょっと扱いが違いますけど、まあ、ρQV が実際の、物理の MV と対応しているとイメージするとわかりやすいかなと思います。で、じゃあちょっと話戻すと、まずはじゃあ速度がいるわけですね。この V が知りたいわけですけど、V の計算の仕方としては、まずは基本として曲がり角の流速。この入る時の流速としては、V に対して U の速度が逃げていくので、この差分が曲がり角の流速になります。で、この曲がり角の流速に対して板にかかった分だけを考えたいので、出口側、こっち側の逸れていった方っていうものを引いてあげないといけません。なので、この逸れていった方は、この V-U、つまり曲がり角に来た流速のコサイン成分がこちらの、右上に逃げていってる分です。なので、出口の流速はここで出てきました。なので、この差分が板にかかる速度になるので、こちらの上マイナス下ということを行うと、このような式になります。なので、これにより板にかかる速度が得られました。で、次にここに速度が出てきたので、次は流量の Q ですけど、流量 Q に関しては、断面 A に対して先ほどの V-U の差分を取ればいいので、この入り口、この入ってくる時の流量っていうものが、こちらの Q で表すことができるということがわかります。で、この ρQV を計算すると、このような式になるということで、上の式をまとめたような、この式とこの式をまとめて、ρ が入ったような式になっている。というのが、最終的なこの板にかかる運動量になります。まあ、このように、非圧縮性流体だったら、しっかりと運動量保存が働くので、この入り口の部分から、それぞれ分散して働いた運動量っていうものを考えることによって、どこにどう運動量が分散されているかっていうことが考えることができます。では次行きましょう。次、流体中の板にかかる摩擦の問題です。こちらに関しては円盤にかかる摩擦を考えるというものです。これ、まあ、流体が3次元的にあって、この板が、まあ、円盤が2次元の円盤とします。で、半径 R で、オメガで回転するようなものですね。というものを考えます。で、こちらに関して摩擦応力はこのような式で与えられ、で、流速っていうものが、まあ、流速 U はこのオメガの半径のどんどん遠くなれば遠くなるほど流速は速くなるってことで、まあ、軸周りの流速なので、この流速もここで出てきます。で、トルクも当然ですけど、応力かける距離で出てくるので、まあ、この式で出てくることがわかると思います。で、すると円盤にかかるトルクっていうのは、この摩擦応力の式に対して、まあ、この摩擦応力の U の部分っていうものを流速の変換で R オメガで計算すると、このように変換できます。で、この上の2つの式からここは計算されたわけですね。で、あとトルクに関しては、応力かける距離ということで、ここの摩擦応力に対して半径、R、dθ、dr ということで、まあ、この0から 2π の積分を見ていただくと、この回転方向の積分を取っていることがわかります。で、0から r の積分ということで、半径方向にも積分を取るということで、板の前面にかかるトルクっていうものを計算しているのはこの式になります。で、あとはまあ普通に計算していくだけで、最終的にこのような式が出てくるというのは今回のこちらの問題になります。まあ、これに関しても、まあ特別この流れさえ知っていれば計算できるような問題になっているということはわかるかなと思います。で、次は、動圧と制圧です。まあ、こちらちょっと概念的な話が入ってくるので、ちょっと詳細説明していきたいと思います。動圧と制圧が何かというと、動圧というのが、流れの運動エネルギーを圧力で表したもの。
になります。流れの運動エネルギーは圧力であるさまの。なので、これちょっと後で説明しましょうか。で、制圧は流れのない場とした場合の圧力です。なので、制圧は、流れが完全に止まっているところの圧力を考えて、動圧に関しては流れのあるところに関して圧力を考えるというものになります。じゃあちょっと考えてみましょう。流速 U の元に置かれたピトー管。ピトー管がその動圧と制圧を同時に測るような、器具なんですけど、その圧力を考えます。この点 A というものが、この速度 U で、入ってきてるわけですね。で、点 A のところっていうのがもう完全に垂直に速度が入ってきてるので、これがいわゆる淀み点と呼ばれる部分になります。淀み点っていうのはこの流れがないような、完全にここで流れが止まるような場ですね。っていうものを考えます。で、この淀み点における圧力を制圧と呼びます。それはつまり流れのない場とした場合の圧力。この定義としっかり一致することがわかると思います。なので、流れのない場、淀み点でおける圧力、つまり制圧が点 A で計測されます。で次に点 B ですけど、点 B は、この制圧と動圧の合計を測定するような形となります。でこれは、何もない場の圧力と流れの運動エネルギーが合わさったような場が点 B になります。なので、ちょっと見てみると、点 A は制圧なので、点 A は圧力だけが測られるわけですね。で、速度成分をここで入れてあげます。なので、これが、ベルヌーイの式。で、圧力エネルギーと、流速に関するエネルギーっていうものが、点 A 側で計算されて、で、点 B に関しては、制圧と動圧がもう、圧力の部分に入ってしまっているので、この流体の運動エネルギーというものを考える必要がなくなります。なので、ここはゼロになるわけですね。なので、ここの式の右辺の方を確認すると、この流れの運動エネルギーを圧力で表したもの、つまり、運動エネルギーの成分がこの PB に入っているということが、この式からもわかるかなと思います。このようにすることで、ピトー管で、この点 PA と PB の圧力差っていうものを計算、この速度 U の式で計算することができるようになります。ということで、動圧と制圧も非常に流体力学においては非常に重要な概念なので、ぜひ覚えておくといいかなと思います。では次、質量保存に関する話ですね。非圧縮性流体が流れる管内の流速を求めるというような問題です。こちらはさほど難しくないんですけど、質量保存っていうものは、流速かける断面積により、この、ここの、この上の断面と下の断面で当然流れる流体の質量っていうものは同じになります。ので、ここはイコールで結ぶことができます。流速 U0、流速 U1 に対して、ここは断面積の部分ですね。このように書けます。で、そうすると、流速っていうものは、この、U1 と U0 っていうものの比が4倍であることがわかります。なので直径が半分になると流速というものが4倍になるというのがこちらの計算からわかるということになります。ちなみに一般的に非圧縮性流体において重力による流速などっていうものはあんまり考えない事例が多いので、今回こちらの事例に関しても、重力に関する影響は考えないというものになります。で、重力に関しては加速度に関わってくるものなので、このように、速度に関するパラメータと、断面積に関するパラメータであれば、重力に関しては実際に問題で、ちょっと引っ掛けとして重力ありというふうに考えられてるんですけど、ここは無視していいような問題になっています。で、最後に、ベンチュリ管というものをやっていきます。ベンチュリ管も、似たような流体力学でよく出てくる、流量だとかエネルギーに関する式から、非常に便利な機能を備えたものです。ベンチュリ管は細いところの流速、この、パイプがあって、パイプに一箇所だけこう細いくびれを作るんですね。このくびれのところの流速から、どんでぐらいの流量が流れているかっていうものを測定する装置になります。実際パイプだけ作ってしまった場合、そのここの、流量っていうものはすぐにわからないわけですね。なので、ここの 流量をこのなんか透かして、レーザーとかで流速を測ることによって、流量、どのぐらいの流体がここのベンチリカーに流れているかっていうことをわかることができれば、例えば冷却水がどのぐらい出ているかとかっていうことが、すぐに機械装置からわかるわけですね。で、その測り方としては、まずベルヌーイの定理を使います。ベルヌーイの定理によって、この太い部分とこの細い部分っていうもので、エネルギー保存が確認します。
まあ、PEG っていうのはこの、こっちの太い方の圧力ですね。で、こちらの速度成分はこの太い方の速度。で、こちらは細い方の圧力と速度が入ってます。で、これによりまず V2、つまりこの細いところの速度を求めます。で、その後連続の式によって、まあ、流体量っていうものが測れます。この断面積かける速度っていうものが流量になるので、まあ、最終的に我々流量を測りたいので、この式から、断面積をかけてあげる。まあ、その速度に断面積をかけてあげるだけで計算できるということになります。なので、今まで勉強してきた、まあ、ベルヌイの式はいわゆるエネルギー保存の式ですね。で、連続の式っていうのはこのナビエ・ストークスの質量保存の式にあたるので、まあ、前回説明した、ナビエ・ストークスの3つの式のうち2つを使って計算できるということがわかります。ということで、まあ、いろいろ出てきたんですけど、まあ、割と基本事項っていうのは、その基本の3つの式から来ているものが多くて、まあ、今回は特にベルヌイの定理をよく使いましたよね。で、これはエネルギー保存則で、まあ、運動エネルギー、圧力エネルギー、位置エネルギーの総和が、コンスタントになると、一定になるという話でした。で、あと運動量、まあ、保存されるので、分散され、この斜めに行く方向と板にかかる方向でバラバラになっても、合わせたものを計算すれば、最終的に求めたいものが分かるというものでした。で、あと摩擦の話。あと、制圧と動圧も違いについて、ぜひ理解してみましょうと。あと、淀み点も結構重要なキーワードなので、淀み点、つまり流れのない点っていうものを、理解しておくといいかなと思います。あと、質量保存の話とベンチュリー管ですね。まあ、そんな話をしました。で、今回、流体力学に関する、まあ、かなり基本的な話。まあ、ベルヌイン定理は特によく出てくるので、まあ、流体力学の勉強としても非常に役立つ部分ですので、ぜひ理解しておくといいかなと思います。で、次回も同じく流体力学の基礎もうちょっとあるので、それを話していきたいと思います。ぜひ次回もご覧いただければ幸いです。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。